185台の店に150人並んで95番、第一候補が割がある台で、第二候補はあんまり知らないけどもしかしたらちょっと打てるかなの台。おはようございます。来たわー。俺の第一候補はもう致し方がこれですよ。おもんないんだけどね、おもんないんだけど、昨日の動画でも言ったけどおもんないのよ。でも花火とディスクがない時はこれなんよ。さあということで、正直、まあ、負け続けてるから面白くないって感じてるのも正直あると思います。ファミスタ、いやーこの台でなんか投資ちょろっとで1500枚とかさ、昨日ねファミスタ打ってた人が、まあまあ、ああならないとダメなんだろうけど、 ART500 ゲームぐらいやってて、まあ、ボーナスいっぱいいって1500枚一撃で出してて、まあ、だからそうなんないとダメなんだよなっていう。この台の過去最高4700枚も出てる。最高じゃねこの台で10万とか出たら。いやー1万円なくなったわ。俺が一番負けてる。いやバルブレイブ勢には勝ってるか。何にもないまま1万円なくなったよ。本当に何にもなかった。つらい。ここ光った。熱い熱い熱い。よし当たった。つらいつらいよ。レギュラーボーナスだって。1000円返ってきた。いやだからまあずるいよな。あっちの来たよ。これ何があっちって今チャンスタイム中なんよ。これチェリー否定の演出で、これはもうダメ、これもダメ。なんだったらこれ、これかこれ。1、え、これもう当たりじゃないの。リプレイがあるか。リプレイがある。ちょ、いやいや当たったわ。え、ART 確定。チャンスでレイアク蹴ってるでしょ。ああ当たり。ただ V じゃない、 F がないから。よし K、 あのこの手目で当たった。でこれチャンスタイム中だから、これでまずゲーム数もらえる。あー OKOKOK。100%。さあ普通図普通図。あー強い図だ。よし、ま、マツピーは絶好調。これエラーするよ、エラー。ほとっやめてくれー。よし、あーファールか。いや、行った。え、あーびっくりした、伸びなかった。よし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 、オッケー。よし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 、うまい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 。2連続はセーフ。3連続はダメー。満塁からな。何にもなかった。おーおーおお。よっと、チェリー。やだ。あ、これはビッグでしょう。よし。チェリー。いいぞ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 。ついに来たか、流れが。普通図、オッケー。うわー絶好調。9番までないよ。よし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 。さすがピノ。エラー出てる。
ベルイ近く。ゲチュナ狙いがいいんだよね。これちょっとここまで、ここまでつなぎたい。キャー、お願い。よし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 、大事よ。あと2人頑張れ。あー惜しい。エラー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 。おー揺らした。あっち、これ次超えたら、次超えたら絶好調だが、さらに1点入る。いいファル。あーエラ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 ー。落とせ落とせ、もう無理無理無理か。まあ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 、ちょっと楽しかった。これしか楽しいとこないから。あー何事もなかった。スイカない。プッシュボタンちっちゃ。えら、偉そうなボーナスだな。スーパーハイパーウルトラエクストラビッグボーナス4000枚。うわよし。見たどまりの時点で二角だね。一応1コマ滑りだったらリプレイもあったかもしれない。いやまあまあまあ 100% いいね。今日俺は負けるわけにはいかないよ。ピノー、え、これ超えるやん。ええ、あー惜しい。スリーベースなんてあるんだ。サンドラやるね。初めて見たよ サンドラ。渋渋。よし、ここで曲止まったりしないんだよね。よいしょー。オッケー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 。つながったつながった。これで攻撃パートに入れる。攻めるぞ。強いです。お、ダメか。いやもうキワイ、これ一塁まで走っていく速度よりアウトになってベンチに戻っていく速度の方が速かったわ。ファミスターあるある。バーストアップ出とるやないかい。あれリゼロ、現代に舞い降りた。もうね、あのバーストとバストをかけてるんだけど、5000突破かなんかで相手のおっぱいのサイズがそのまま突破率ない。だからバスト92だと 92% で突破ない。でたまに貧乳の子が出てくるとイラッとするんよ。てめえっつって、貧乳は引っ込んだろっつって。でも貧乳でもまあ80ぐらいだけどね。2連7が入ったことないんだよね。赤2連が中下段に入れば一角なんだけど、うん、でもこの時点でスイカも蹴ってるし、でこれ外れがないからもうベルかリプレイなんや。でリプレイか、うん、ファイト。ああ当たった当たった。タカ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 は当たってるわ俺。よしリプレイ重複。うん、とってそうだね、あのリプレイで。まあまあいいだろう。許しましょう許しましょう。ファイトはレア役対応か。それであればあのリプレイの時点で当たりか。っていうかあの時点で子役が揃えばもう当たりなんか。まだわからん。ファイ
トはリプベルもあるのか。そうか、ファイトはあるな。チャンスがレア対応だから、ファイトリプレイの時点ではまだ外れもあった。トントンぐらいかな。トントンではねえか。普通に負けてるわ。ということでバルブレイブがまだ12時なのに開いたんですが、なんか前に打ってた人がちょっと投資的に厳しいんでやめますって言って、見てもまだ1000枚ちょっとしか負けてないんで、多分3万も負けてないんですけど、人のねあのお財布事情は私は知りませんので、まあそうなんだろうということで、であればということなんですが、この台に座ろうとしたら隣の人がね、あのまあ隣なんでこの台を見てて、それミミズですよと、キューマ謎当たりしてましたよと言ってたんですけど、あのミミズかどうかの判別を、まあまあはいはいっていう感じで、あのこれまあせっかくなんで、まあよく言ってますけど、例えば昨日上がった動画でもそうなんですが、なんで9月29日公開の動画かなの、動画をのコメントとかにもあったんですけども、まあ俺もその当時のことはちゃんと覚えてないんだけどね、まあその少なくとも収録時点の俺は、まあこの台はミミズだろうと言ってまあやめてるわけですよ。でそれに対して、いやこれがミミズは絶対にありえないと、確か AT の引き戻しがあったのかな、まあ、絶対にありえないみたいなコメント、別にそれはもう俺のブブブとかそういうだけじゃなくていいんですけどね、パチスロに関して俺絶対になんちゃらっていう人の言葉ってもう何も信用してないんで、はい、特にそのバルブレイブに関しては正直この台ってマジで謎が多いんですよ。ちょっと信用できる情報筋があるんですけれども、まあそこからねちょっと聞いた話だから、まあ正直これはまあ俺のなんか立場を利用してとかでは特になくて、まあ本当偶然信用できる情報筋の人からまあちょっとバルブレイブの話を聞いたんですけれども、まあこれメーカー3強じゃないですか。この3強の中であってもこのバルブレイブの情報っていうのは要は社員全員が知るところではないみたいなね、まあつまりこの台のことは本当に誰にもわからないと思うんですよ。で俺は結構この台打ってるよ、結構この台打ってる俺でももちろん全然わかんないことはいっぱいある。おそらくこうなんじゃないのかなとか、きっとこうなのかな、もしかしたらこのぐらいかなとかっていうぐらいの予想にしか過ぎないところにもかかわらず、その動画のコメント欄で、まあ、あなたがね何百万ゲームバルブレイブを打ってるのか、毎日毎日1万ゲーム打って、実はもうすでに200万ゲーム打ってる人なのか分かりませんけれども、いやいやこれは絶対に違うとかっていうようなことを言ってくる人って、六角出ましたって言ってももうそれも俺信用しないんで、はい、まあ、別にその人からしても俺に信用されたいなんて思ってないでしょうから、どうでもいいかもしれないですけれども、俺なんかサスケはすぐにミミズかミミズミミズって言うみたいな、ラッシュを通せなかった、スーパーに行かなかったらすぐに言うって言うけど、ミミズだミミズだって確かにちょっと比率としては多めにいってる自覚はあるけれども、可能性としてはミミズである可能性も十分あると思って、要は全く違う、なんかただ面白いと思ってネタで言ってるわけじゃなくて、一応ちゃんといやミミズの可能性はちゃんと考えないといけないよねっていうつもりで言ってるんで、とにもかくにも自分の経験したことのない、例えば10回中10回自分がそうだったからってそうじゃないのを見たら、いやいや10分の10で俺はこうだから絶対に違うとかっていう人もいるんですけど、だから俺は昔の窓かすの頃から実戦上確定とか実戦上外れとかっていうような表現をしてるのは、パチスローにおけるフラグって今わかんないけど、まあ 65,536 個とかあったりで、演出のパターンだったりとか、その内部状態とか広角だとかモードだとかいろんなのを加味したら、正直全く同じ挙動を取ることって100万ゲーム打ったって1回もなかったりするわけですよ。にもかかわらず絶対っていう表現を使った時点で、あこの人はそういうタイプの人なんだな、要は決めつけでかかって新しい可能性をその人はもう捨てちゃってるんだよね。いや絶対ないって決めちゃったら、もうもしそうだった時にもう終わりなんだよねその人は。だから俺は絶対とはいう表現は、まあ、極力使わない、かつまあなんかね勢い余ってね絶対こうだみたいなこと言うことあるかもしれないけど、でもそしたらあこいつ絶対って言ってるわしょうもなって思ってもらっていいです。まあこれで今だってこの台ちなみに言うと、もうボーナスも AT も経験した後で、今ボーナス間で800、1000ゲームぐらいいってるんだよね。だからチャンスもこれで3回目、今2スルーしてる状態。これはここの突入の出目も一応チェックしておいてね、はい、例えばここでスイカ引いたら当たるから。あこれはいわゆるミミズ、ああ違うわ、強盗引いたわ当たったわ。
今のでハズレだったらいわゆるミミズ A の当たり方に、まあ、見えるよね、はい、ただまあこれは普通に共闘引いた当たった。ここで共闘引いたのに決戦ボーナス出てくるの俺ちょっと納得いかないんだけど、納得いかないんだけど、これ共通ベル引いちゃう、共通ベル引いちゃう、引かない。下手だな、最近マジで通せないんだよね。3枚目か、二角 OK、 V ゾロいね。よし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 、ええやないか、ええやないか。最近ベルがマジで引けないの。ここほんとダメなんや俺。あーもうダメだこれ、マリエ覚醒以外いかねえわ、くそストレス。10ゲームでベル1回だよ、もうだって無理だもんこれ。マリエ覚醒以外さすがにホールドしないことを祈る以外にやることがない。まあ共闘5回ぐらい引いたらさすがにいくな。もう最初の10ゲームの損失があまりにも大きいな。昨日のミミズもそうだったけど300枚ぐらいしか取らなかった。あー守護六角出たわ、かーマジかよー。あーまたやったーにゃ、厳しい。沖縄のバルブレイク厳しいさ、ちょっとキャン打っといて、俺は旅に出るから。どうなってんのマジで、腹立つんだやろ。7枚目天井直前、天井直前、白フラ出たらもうやめるわ、帰る。あー帰ろう、今すぐ帰ろう。あー辛い、もうほんとダメだ、だから今日やれる気がしねえ。いけいけ、よしやれる気がする今日。ここでレイク引ければいける。6発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 ない、しかも引かない、もうほんとキモい。やだやだやだ、これ行かないとかマジキモい、厳しい。あーよし、やだ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 、あぞマジで。いやもうこれマジこのチャンス逃したらやばいよボナテンみたいなもんだし。俺はまだこの台のミミズの可能性を否定はしてないからね。ミミズ B だったら可能性ある、ミミズ A はないけど。あーあーもうやだやだ、耐えたー。もう3ゲーム目は諦めだからね。いける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 よキャン。これ第一停止で赤いの出てチェリースイカベルくれば共闘一角。ああああ力ー、いやー来たわー、よいしょー、来た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 よキャン、キャンだけに。ドライバーあるよ、ドライバーあるよ、こっちのこっちとら守護六角じゃ、かー惜しい。よーし、これ保証で終わったらミミズ B でお疲れって感じだね。あー頼む、ここでドライブ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 持ってこい。くそがー、まあ、ミミズの可能性今 20% ないぐらいだから、 15% ぐらいだから、まあ続くんだけど。あードライブしたいよー、守護六角のバルブレイブなんだからこっちは。マジ
いやこれミミズの可能性マジであるって、今のでちょっと上がったって、これがっかりよりもなんか俺そうなんじゃないって、いやあの引きしてこれな、いやまあまあ言うてミミズの可能性 50% は超えないと思うけど、ちょっと上がるよねさすがに。いやありえないんだけど、マジでテンション下がるわ。ああよしよし、ちゃんと意識してたよ66ゲーム目さすがに。まあだからミミズではないよ、すぐにねラッシュが終わってすぐミミズミミズ言うのどうかと思うよね、キャンも思ってたよね、さすがにそんなにねミミズミミズ言い過ぎだと思うとか言うから俺がミミズって言ってるのが冗談だと思われちゃうんだけど、危ねえマジで。よいしょなあ休めリーゼロって出ない、あー楽しい。さあそしてこの台まあまあへこんでるよ、最盛期4000枚までへこんでるわけだから6400枚までいけるから、ドライブや分岐が来たらマジでチャンス。惜しい、ここで惜しいね、惜しい惜しい、あっ一体感、いやー終わらない、にしても飛ばなすぎだろ、やだ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 、嘘でしょ、あの四五六角の画面見てないことにすればやめれるな、帰ってくんのこれ、帰ってこなかったらマジで津波沢高春よ完全に、あーマジで許して、無理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 、帰ってきて本当に 20% あるだろ、 20% いや 20% じゃ無理だ、 40% 帰ってこい、いや 80% ぐらい帰ってこい、許して本当に許して、ダーン、あーもう死んだ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 、雑魚すぎるよこれ、ドライブまともに来てたらちゃん、よし許す、いやいや許さん許さん許さんやばすぎ情緒あーきっしょマジで、本当にキモいこの台マジでキモいわ、あーラストチャンス、天井前ラストチャンス、このパターンレアいね、このパターンレアいわ、よしナイステンパイオン、ギリギリ、もうあめレアくない今、レアいよレアいよこれ、これ行くのバカ、もうキモいよもうキャン、これキモいこの台、オールベル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 、もう本当にやだ、ホールド持ってこいよホールド、これ取ったらマジでいいよ、オールベルで、そうこれで取ったらいいよ、これはとてもいい、あーもう完璧、これだよベルからの前兆で、ベルベルベルで入った瞬間のこのレアクがもう最高なんよ、これで天才なのよ、これで取ってなかったらただイライラするだけなんだけど、これ天才なんや、ゲーム数を一切無駄にせずただでね約2回で4、ああもうこれ1回でも取っとけばもう
回じゃ俺はちょっと満足しないな。2個、これは2個欲しい。さすがに完璧、これができるともう本当に気分上々だね。ミヒマル GT だね。はい、おい、チェリー2回で最低1個、最低1個。まあまあ、じゃあもう1個だね。じゃあもう1個、最低が1個なので、あ、もうこれ完全にいい流れじゃん。ホールド中にベルを引かないっていうね。ちょっ、お前これマジで押せてないのムカつくわ。これしかもさ、ラッシュ入っちゃうからさ、ピノステージ行かないからシンプルに損だわ。威嚇、さっきからさ、右がたまに押せてないの気づいてた、うん、あ、マジ。よし、行った。テテテ、高速で行くわ、もうムカつくから。そうそう、うるせえ、うるせえぞ、うるさん、バカ、許さん、マジで。あれだ、あっ、天才、あー耐えた、下手すぎてやばい。またこれ通せないはやってない。というかマリエ出てきてもいいだろう。これまあまあマリエある、まあまあマリエあるけど、なかったらマジやばすぎる。いやー、ここでこれだ、これ超えればマリエ、よしよし、さすが、さすが4。な、万枚なんかでんくていいから普通に勝ちて。あの強調よかった、あの強調から、あの強調だったな。いや、まさか先でね、諦めかけた最終ゲーム、だいたいあんなん弱調なのに、あの強調、結局わからんね、ドラマってね。ああいうとこからドラマってあんだよね。天才、そうなんよ、そうなんよ。やだ、もう終わりだ。終わりだ、これは。この台つらいわ、マジで。島が盛り上がってんな、今の盛り上がりに乗れるのかな。先丸剣、うまいね、うまいね、うまいよ、いけるぞー、やーれぐー、ないー、ないー、バカー。ここは大丈夫、ラスト、よし、うめえ、やってった、イメージ、うん、イメージでどうこうなるんだったらもうなってるよね。イメージなんかずっとできてんだから、帰ろっか。もう一踏ん張りする、まあまだそうだよな、これ帰るっていうのはもう、まあ、全てを捨てるってことだよ、ね、よいしょー。諦めない心だね、とてだよな、まだあと2個だからな。
イメージイメージ。そう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 、イメージ通り。なんか出ろ、なんか出る。イメージ、なんもなし。なんか出ればいい、なんか出せばいい。なんも出てない。共通ベル、痛恨の共通ベル。力、ああ、いかないか。よし、完全にイメージだったね。動画のタイトルとサムネイル決めました。飛ばないドライブ、今んとこなんと19の1です。 5%、 ああ、イメージはイメージ、大事にしていくよ。イメージ、バルブレイブと バルブレイブと YouTuber はイメージが大事だから。なんで飛ばんのよ。そう、なして、人気のイメージ違う違う、人気のイメージしてたら終わるんだけど、人気のイメージしてたら終わったんだけど、もうどうしてくれんのねえ、無理でしょう。悲しいですね。しょうがないね、気持ちだけ見てやめましょう。店内状況を見て終わりましょう。ドライブ23の1、失礼。ということで久々に残業しました。午後8時前ですね。店内状況最後に見ていきましょう。まあまずは打ってたバルブレイブからですね。まあ6台あって、この角台がまあ最盛期で5000枚でドライブ飛ばしてたんですけど、まあ2乗だけ出てます。はい、で俺が打ってた台が、この辺から打ち始めて結局まあこんなんですけど、4、5、6角が2回出てると。でただドライブは23の1、まあ4か5でしょうって。はい、でその隣特に何も出てないんですけど、まあドライブまあ普通にまあまあ飛ばしてラッシュ38で万枚ぐらい行ってたんで、はい、まあ44連で1万1000枚ぐらい行ってて、もう人変わってますけど、多分まあ本当に6まで見える。でその隣がこれ5700枚、ここも今しがた人変わったんですけど、あ、ラッシュがそこまでは続いてないんだけど、ドライバーそこそこ飛んでるんで、多分まあ6はちょっと厳しいかもしれないけど、まあ、4号ぐらいありそうと。でまあ1個ミミズで、でこれがちょっとどういう状況か分かんないんだけど、ドライブが飛んだのは飛んだんだけど、どんぐらい飛んでるかまでは分かんないんで、でこの台フリーズ引いてるんですけど、まあまあっていう感じ。はい、まあだからね、全四五郎の可能性はあるって感じかな。はい、で唐沢はからくりこの角煮が5500枚出てますね。はい、であとはわ、このゴブスレすごいな、6000枚、最盛期で7000枚だね。であと延々が、とりあえずこの角台が一番出てる台ね、これが六角出たと。であとはね、カバネリも、まあこのお店はねカバネリの店と言っても差し支えない。あ、でもそんなあれだね、こっちの角煮、あ、これ5500枚出てるわ、5500枚。はい、でこれ、この角煮の1500枚、1700枚ぐらい、これが六角したって、レインボー出たってグラフ見せてくれたわ。ミミズだ、ミミズ。はい、ということで打ってる人は苦行だって言いながら六角ですと。当たった系はどうなんでしょうね。すげえわこれ、初当たり235分の1、22回、これさすがに6じゃないかな。まあそんな感じです。はい、ということで千葉県は浦安市ですね、ウエスタン浦安駅前店での収録終了ということで負けました。朝一まあ150名ぐらい並びまして、抽選悪くて95番で、まあとりあえずファミスタで期待値を積みつつ秋台待ちなんてやってたら、バルブレイブ打ってた方がちょっともう軍資金の関係でやめますということで、ラッシュ1回入っただけ、スーパーには行ってないっていうところで、結局まあミミズかなーなんていつも通り言いながらも、まあ全然ミミズじゃなくて、はい、スーパー持ってって、ドライブ1回飛ばして4、5、6角出てまでは良かったんですけどね。まあ、結果的にファミスタが1万1000円使って250枚なんで、まあ、6000円負けぐらいで、ブブブに行ってその250枚と、プラスで5万1000円か、総投資で6万2000円使って最後スーパーもう一発決めたんですが、全く伸ばせずドライブも飛ばずっていうところで、回収1250枚ということで、まあ推定設定は4かな。まあ4という根拠はですね、まず4、5、6角が出てるんで、まあ4か5か6でしょうねと。
で、まあ、6として足りてない部分で言えば、やはりドライブが、まあ、もちろん、ね、解析が出てるわけではないんですけれども、トータルで23分の1、まあ、4000枚ぐらいへこんだ台だったんで、有力感切るのが非常に大変で、結果的に一度もプラス域に浮上することなく終了ということになりましたけど、で、まあ、だからドライブ足りてないのねっていうところと、まあ、チャンスゾーンとボーナスの終了画面で、あの3人の一応ね、まあ、細かいけど奇数示唆っていうのが出てない、4人の偶数示唆の方が出てるとか、まあ、もろもろ考えて4かなっていうところです。はい、残念ながら負けてしまいましたけれども、ただね、1個収穫がございまして、データ的にまあちょっと設定あっても良さそうだよねぐらいのは確認してましたけど、目でちゃんと四五六角っていうのをね、今まで見たことがなかったんで、まあ、これで私の中のバルブレイブに設定を使う店リストっていうところに入ったなっていうところで、まあいい収穫になったのということで、まあ今日9月末ですけれども、また来月ねからもこのお店来ることあると思うんで、まあやはり抽選勝ったらバルブレイブっていうところはブレずに行きたいなというところでございます。ということで、いただきチャンネルの収録スケジュールこんな感じでございますんで、まあ一応今月ね最後ちょっと負けましたけど、一応プラスで終わることができましたんで、まあ、また来月以降も頑張っていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ山でした。